わっしーだっせー、やっとりますか皆さん。でね、今回は初心者さんとかもね、めちゃくちゃ気になる内容だと思うんですよ。で、初心者さん以外にもめっちゃ気になる、これ GF1 までね、試しに僕がやった感じでまとめた動画なんですけど、やり方とかもあるんですよ。で、それでこの動画の中でこういう風にやった方がいいよとか、流れとかも説明していきますんで、わかりやすいかなと思いますよ。で、今ね、これ襲撃しまくってて、資源取りまくってるんですよ。めっちゃ資源ね、持ってるやつがたまにおるんですよ。あなたの土地にもいるんじゃないですか。この3つだけでも 1B ぐらいね、あるんですよ。さらに他にもね、結構資源持ってるやついたんで、ガンガンね、取りまくりたいと思うんですよ。で、この3つの別荘の周り、ちょっとね、紹介しようかなと思うんだけど、結構危ないようなところにもいるんだけど、大丈夫なんですよ。全然大丈夫。これね、すっごいあったんで、仲間の人にもシェアしたわけなんだけど、組織のね、チャットの方で。だけど、ここね、結構危ない場所なんですよ。周り見ると、意外とね、強そうなやつがね、いるわけなんですよ。はい、ちょっと離れたとこに、結構危なさそうなやつもね、中にはいるんで、こいつらから攻撃来る前に全部取りたいわけなんですよ。はい、スピーディーに取りたいわけなんだけど、あと、バリアがね、張られたらめちゃくちゃもったいないんで、ほんとね、これ、ゼロにしときたいわけ。ゼロまで資源を取っときたいわけなんですよ。まだまだあるんで、すーごいあるんですよ。でね、これ攻撃今バンバンしてて、今タイミング的に仲間の人がね、取れない感じだったんで、一人でね、やってるわけなんだけど、取ってる最中にバリア張られたら意味がないんでね、もしもいけないんかな、取れないんかなと思ったら、仲間の人呼んで一緒に取った方がいいですね。これもね、すぐ取った方がいいと思いますよ。もうバンバンね、やった方がいいと思います。なので、一人で自分で取れる資源だったら、自分でそのまま取ればいいんですけど、どうかなと思ったら、もう仲間の人呼んで一緒に取った方がいいですね。バリア張られる前に、あと周りのやつに気づかれる前に取った方がいいですね。で、どんどんこの流れで、いろんな近いやつでもね、遠いやつでも、ガンガン行くわけ。で、どんどん倒す。これで、T10 の兵隊、ちなみにこれ持ってない状態でも、全然大丈夫。というよりね、流れ的には、T10 の兵隊なんて後でもいいんですよ。大丈夫。ある程度のやつを倒せる兵隊のレベルさえ上げてれば、後で一気に上げれて、兵隊のね、ところ建築も一気に上げれるんで、僕それもね、今回見せようかなと思いますよ。兵隊のレベルもね、上げれるし、別荘も上げれるし、あと他にも投資とかもね、できるんで、ある程度のやつを倒せるバフと、ある程度の兵隊を作れるようにしとけば、こんだけね、ガンガンできますよ。で、どんどんね、今、資源の方が全部増えてるわ。木材も紙幣も弾薬も合金も増えてってる。まだあるね、これね。現金がまだあります。で、隣のやつもね、あったんですよ。こいつもね、結構持ってたわけなんですよ。弾薬とかすごいね、めちゃくちゃあるね。はい、このぐらいの人数とかを倒せるぐらいで、全然大丈夫なんで、あのぐらいのバフまで上げとけば、なんてことはないと思いますよ。はい、ガンガンいっちゃって、はい、どんどん増える。まだまだ増えますね。まだまだ増えますね。それで、今取りまくってるんだけど、もし気づかれるようだったら、強い敵が攻めに来るようだったら、移転して避ければいいですね。移転して避ければいいと思います。移転避けで OK ですね。まだまだあるんで、ガンガンね、取った方がいいですね。ゼロまで取った方がいいですよ。相手の資源がゼロになるまでね、取った方がいいですね。たまにね、援軍送ってくるやつとかもいるんで、その辺は注意したいですね。強そうなやつがね、いるんですよ。待機してるんですよ。はーい、どんどん行っちゃいますっていうことで、ガンガン行ったわけなんですが、マジでね、これね、1B 以上は余裕でね、増えてるわけなんですよ。はい、そして今地獄イベントやってるんで、マックスまで上げようかなと思いますよ。で、さっき言ってた兵隊のレベル、ここで上げれるんで、まだ僕 T10 作れない状態でやってたわけなんだけど、一瞬でね、T10 作れるようにもなりますね。はい、ここの建築も一瞬で終わります。秒で終わりですね。
はい、これ完成、レベル30完成です。でまだまだあるんで、もう一個ね上げてないとこあったんで、ここもついでに上げておこうかなと思うんだけど、兵隊のレベルを上げる箇所、こちらの建築なんですけど、まあまあね資源必要にもなってくるんで、こういうのはね敵から奪ってあげた方がいいと思いますよ。ただ加速は結構使うんでね、加速だけは貯めといた方がいいかなと思いますね。あと建築イベントやってる時にやるとよりいいですね。今はね建築イベントやってないんだけど、僕はねもう上げちゃってこんな感じですよっていう一例でね日本でやってるわけなんですよ。塀の方も秒で上がりましたね。そして別荘の方も資源とかねめちゃくちゃいるんですよ。だけどこんな感じでねめちゃくちゃ簡単に上げることができますね。はーい、ゴッドワーズ1になりました。それで平和都市がなんじゃとか、都市ルールがなんだらかんだらって言ってる人とか、もう無視でいいと思いますね。はい、この動画見てる人はわかると思うんですが、こんな感じでやるとめちゃくちゃレベル上がるの早いんで、周りのバリア張ってないやつガンガン行っちゃっていいと思いますね。ガンガンバリア張ってないやつが悪いんで、どん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 ね、ガン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 強い組織でも何でも行っていいと思います。そして兵隊のレベルがね10まで作れるようになりましたよ。はい、こちらも10まで作れるようになりましたね。はい、これで全部 T10 が作れるようになりました。こんな感じで上げていくわけなんだけど、あと紙幣の方残ってるわ、あと合金の方も残ってるね。この辺もね一応使っていきたいですね。非保護資源の紙幣の方はほっとくと減っていくのでもったいないから、なるべく早く使った方がいいですね。おい、わっしょいって感じでね、組織のチャットでも盛り上がり、はい、足らない分はこういうアイテムとか使って補充とかもねしちゃってください。アイテムちょっと貯めとくといいかなと思いますね。何かのね足らない時、紙幣だけ余ってて木材足らないとかあるんですよ。でそういう時は僕だったらこの資源のね生産地上げますね。紙幣の方が余りがちで、どこも使い道がなかったら絶対使った方がいいと思うんですよ。どこかで使った方がいいと思うんですが、まあ、この辺のね木材の生産のところは紙幣が必要になってくるんで、そういう時にね使った方がいいかなと思いますね。ほっといても自分の別荘の中で生産されていくものなんで、この辺もねレベル上げといても悪くはないものだと思いますんで、早めに上げといた方がいいと思います。はい、こんな感じでいろいろと上げましてからの GF1 ゴトワザ1になりまして、はい、楽勝ですよ。めちゃくちゃいろんな箇所もね建築できたし、30からね別荘30レベルから GF1 ゴトワザ1になりました。しかもめちゃくちゃ簡単、課金してないですよ。課金するのはもったいないと思います。皆さん真似してくださいね。